磯松映画館。まあ、今回ちょっとご紹介させていただく、はい、あのカスに関しては、うん、監督の高橋正也さん、はい、あの僕ね、あの昔高橋さんの作品って見てて、うん、もう探してきたんですけど、あ、スキッと外殺人っていう映画があって、これは監督作で、まあ、僕最初ねカスが初監督作品だと思って、ちょっと本当申し訳ないけど、プロデューサーの名前として知ってたけど、監督やってるっての知らなかったので、だからこれやった監督なんだと思って、だけどこれがねもうすでに何年だっけな、2010年なので13年前なんですよ。でその前にも1本撮ってらっしゃるんですけど、13年間やっぱ撮ってらっしゃらなくて、この作品にこうたどり着いたのもまあ縁なのかなっていう感じがして、高橋監督の話なんですけど、まあ、いろんな監督のもとで助監督をやられてっていうことで、はいはいはい、まあ、今回ね、監督として作品作ったじゃないですか。やっぱね、いろんなところで高橋監督の評判すごい聞くんですよ。まあ、今回、その渇水の参加するよってお話をスタッフさんにしたり、別現場で。で、高橋監督だと、高橋さんね、僕の、先輩なんだよって、本当にいい教育を、こう、なんだろうな、教えてもらったりとか、あと監督の人もやっぱ助監督でついてもらった時に、本当に高橋さんは愛情のある人だってすごいみんな言ってるんですよ。だからみんなこうなんか渇水をすごく応援してくれてましたし、高橋監督が愛されてんだなっていうのをものすごく肌で感じたんですよね。だからやっぱこういう作品が撮れるんだろうな。なるほどなるほど。だってね、僕は本当あの資料で知る限りだと、その相馬慎二監督だ、市川淳監督だ、だから森田芳光監督だとかって、もうね、もう亡くなった監督ばっかりですけど、まあ今存命の監督だったら高橋万明監督とか、もうそうそうたる人たちについてやってらっしゃって、やっぱおっしゃるように、やっぱいろんなこう方と仕事してきたから、なんか応援されてる感じは僕の周りでもやっぱり聞くので、やっぱそういうことってやっぱ大切だなっていう感じがするのと、この物語自体も縁の話だったりするじゃないですか。だからその劇中で描かれてる登場人物同士の縁というものと、高橋監督が今まで培ってきた人との縁みたいなものがちょっと合致してるのがちょっと不思議な感じがして、高橋監督が作るべくして作った映画って感じがちょっとしたんですけど、磯村さんから見て高橋監督ってどんな監督だったの？本当にこう役者たちに対してものすごくこう物腰柔らかに丁寧に親身に寄り添って演出してくださったんですよね。で、まあ役者さんからこう出てくるものをとても大切になさる方なので、こう最初はまずは自分たちが持ってきたもので芝居をしていく、で気になるところがあれば監督が入ってきて修正をするっていうようなやり方でやってきたので、なんかそれがこう放棄してるとかではなく、ちゃんと見てくれてるって捉えられる、そのなんていうんですかね、監督の温かさというか愛情、この映画に対する熱意と愛情を感じながら僕たちは撮影をしていましたね。でやっぱどの部署も平等なんだっていうところをすごく大切になさっていたので、まあ基本役者って現場に入るとクランクインとかだと、何々役の磯村勇斗さんです、で拍手は起きて、で撮影全部終わってクランクアップの時に、何々役の磯村さんオールアップです、パチパチっつって花束があって、じゃあ一言お願いしますっていう流れがあるじゃないですか。はい、でももう衣装合わせの時に、その白石和也さん、まあ今回プロデュースとして入ってますけど、プロデューサーとして含め監督も、まあ今回ちょっとご挨拶の役者のご挨拶なしとさせてもらいますというふうに言った、いい現場だってその時思ったんですよ。で実際クランクインしたら、まあ挨拶もなく、本当そのなんかスッと入っていくような、なんか変ななんかそういう行くぞっていうことではなく、なるほど、どれだけ自然に入れるのかっていうので始まったんですよ。で全部作品終わってクランクアップの時、あ、終わりましたってなって、なんかわかんないですけど、クランクアップだけ、じゃあ磯村さんコメントお願いしますみたいな、いやコメントあるんかいって、最初それで始まったんなら最後そこで終わらせてくれよと思ったんですけど、でも多分きっとなんかそれぐらい思いがいろいろあったんだろうなと思って、まあ、じゃあコメントしましたけど、そういうふうに大切にするんですよね。空気を、とても現場の、だなという印象でしたね。なるほど。やっぱ役者からすると、まあ、
紹介されるのはいいけど、ここから撮影みたいな区切りが見えるから、どちらかというと、なんかこう、まあ、なんですかね、あのグラデーションになってる方がいいってことですね、うん、本当は。そうです、そうです。ああ、なるほど。もう普通に支度して、その役になって、うん、そのままその今日撮るシーンに入っていく方がクランクインやりやすいですね。うん、やっぱ挨拶されるのは本当にまあ、人それぞれかもしれないですけど、うんうん、恥ずかしいですし、何を紹介しているんだって僕は思っちゃうんですよ。だったらもうどの部署もみんな一緒にカメラマンの誰々です、はい、監督の誰々ですってやった方がやっぱ平等だし、お互いその方が知れるってことですね、です本来だったらね、はい、まあどっか何かがこう、うん、ずっとそのままの流れで、まあ、習慣としてこう来ちゃったというか、はい、だと思うんですけどね、うん、あ、それは面白い話というか、その勉強になります。あの僕はやっぱ演じることだけがやっぱりよく分かんなくて、もともとまあその自主映画とか作ってたので、うん、作る側の気持ちとかはちょっと分かるんですけど、やっぱ演じる側の、ね、気持ちってやっぱそれやっぱ知った方がいいなっていつも思うんですけど、うん、やっぱそのね、区切りがない方がいいっていう話っていうのはやっぱりすごい勉強になります。まあ、それが好きな人もいるかもしれないですけど、俳優さんによっては、我が我がって来たぞ我がみたいな人もいるかもしれない。儀式みたいにね、やった方がいい。そうそうそう。その方が入りやすいって人もいるかもしれないですけどね。なんか、これ、水谷豊さん、親しくしていただいてるんですけど、なんか前お話してたのは、あの方、カチンコが嫌いとおっしゃってた。ああ、なるほど。はい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 。よって、そのね、カチンってやるのはさ、いいんだけど、ここからってやるよりも、なんかその流れでやった方がいいから、水谷さんが監督された時は、カチンコ使わずに、それこそなんかしれーっと始まってカメラも回してる感じで、うんうんうん、だからその、どこからどこまで役者使われてるかわかんないけども、あるこのシーンをバーッと撮って、あるところに来たら、はい、OK っていうやるとおっしゃってたんで、その方がいいのかもしれない、ね。まあ、これは多分好みですね。役者の好みになるんじゃないですかね。まあ、カチンコの意味もすごくわかるので、はい、やっぱりあの音っていうのは録音部さんの方との同期が必要だから、あのカチンは結構重要だったりするっていうのもわかるし、はい、でも、まあ、たまにですけど、やっぱり顔の近くでもパンってやる、まあまだ若いね、助監督さんとかにたまにいらっしゃるんですよ。はいはいはい、その時、ってもう一瞬全部セリフ飛ぶ時あるんですよ。もうちょっと優しくしてほしいなっていう。そういう時は、ちょっと、はい、あ、ちょっとカチンコなって思う時あるんですけど、まあでも普通にやる分には僕は全然なんか違和感ないですし、その水谷さんのやり方も面白いなと思います。うん、なるほど、なるほど。まあ、その人次第ですね。スイッチが入っていいっていう方もいらっしゃるってことですね。自然に始まっていく試みも僕は好きな人なので、うん、そういうのもやってみたいですね。なるほど。実験的に。今、その白石和也監督の名前、まあ、今回企画プロデュースっていう肩書きでなってますけど、うん、白石さん、現場来られてたですか？僕の時は会えなかったんですよ。はい、生田さんの時は、うまくなんか日程があったらしいんですけど、僕の時は、ね、会えなかったんです、現場で、白石さん。だから、全然お話ができなかったんですよ。ああ、そうなんですね。うん、僕思ったのは、やっぱ白石和也監督がまあプロデュースに入ってるとはいえ、もともとこう、白石さんが好むような題材の話だなと思ってて、うん、その、なんていうんですかね、まあ、磯村さんがこれまでこう演じてこられた役がある映画もそうなんですけど、その、なんていうんですかね、世の中でその、まあ、抑圧されてる人とか弱者である人っていうものを題材にするっていうんですかね。なんかそういうものに親和性があるなって感じなので、はいはい、最初は白石和也、プロデュースだっていうことで、ちょっと最初興味を持った映画ではあったので、残念ながら僕その時に原作を読めてなくて、はいはいはい、長らく絶版になってたんですよ。で、映画を見た試写で拝見した時もまで読めてなくて、その時は、古本で、なんか1万円ぐらいしてたんです。で、さすがにね、はい、1万は出せねえな、と思ってたら、文庫化今されてました。はい。登場しました。はい。久々に、再販されたというか、出たんですけど、まあ、読ませていただいて、磯村さん原作は僕は読んでないです。ね、内容ご存知です、大体。大体の内容は、はい。ああ、そうですね。うん、全然違う。違いの分かりますか？お聞きになってます。あそこが違う、はい。いわゆる姉妹の部分とかが違うとかもは知ってます。あ、なるほど、なるほど。なので、読んでびっくりしたのは、まあ、映画が始まってしばらくすると、その磯村さんと、その生田斗真さんの二人が、
停水、停水って言うんですかね。はいはい、停水、あの停水執行、はい。停水執行しに行く家の中に、その、小さいその姉妹が住んでる家がいて、お父さんお母さんがなんか留守で、その子たちを前にしてちょっとためらうっていうシーンがあるじゃないですか。はい、小説ってあそこから始まって、うんうんうん、彼女たちの話ってあそこでしかない、まあほぼあそこしかないんだけども、その映画ではあの姉妹に結構フォーカスして、あの子たちの事情を描いてるって違いが結構大きいなって思ったんですけど、その、なんかあの姉妹を描くことによって、なんていうんですかね、僕は本当やっぱこう、是枝裕和監督が撮った誰も知らないの現代版みたいな感じをすごく受けたんですよ。なんていうんですかね、大人のなんかシステムに取り残されちゃう子供たちとか、そういうなんかものが一緒だなって感じしたんですけど、あの映画ももう2004年の映画なので、19年も20年ぐらい前ですよ。もうそんな経つんですね。そうなんですよ。それで、この小説もそもそも、1990年に芥川賞候補になったので、30年前じゃないですか。で、まあ、その変更点としては、今回はその、まあ、スマホとか入れて現代に置き換えてるんだけども、もともともちろん小説の時代はまだ、携帯電話は一般的に広まってない時代なので、そういうものが出てこないんだけど、でもね、なんか、小説を読んでも、今の話のように読めるっていうね、不可思議というかね、なんかそういうものが僕はあって、つまりそれはね、社会が変わってないってことじゃないかな、その悪い意味で、って思ったんですけど、そのあたり、なんか磯村さんどう感じたのかなっていうのをちょっと教えていただきたいですね。いや、もうまさにおっしゃる通りですね。本当に、まあこの、まあ活数に限らずですけど、僕が携わった他の作品も、そういった社会的な部分に触れている脚本があって、うん、で、そこをこう深く掘っていくと、もっとこう30、40年前の、うん、日本で起きた事件と全く同じことが起きていたりとか、うん、まあ宗教的な部分であったりとか、それってもうずっと変わらず、もうビリーバーでもそんな話しましたよね。そうです、繰り返されているんだなって、はい、何を学んできているんだろうって、やっぱ思う時はあったので、まあ今回の渇水もそうですけど、まあ90年にこう描かれている問題を、この今の2023年に、こう、パッと映画として届けても、うん、まあ同じようにこういう問題あるよねっていう、やっぱこうなんていうんですかね、まあ社会的弱者というんですかね、がいたり、まあ滞納者がいて、でそこにはやっぱり子供たちも家族もあったりとかで、苦しい人たちがたくさんいるっていうのは、もうどの時代を見てもきっと同じようにある、なんだろうな、むしろどうやって解決していくんだろうっていう怖さすらも感じたんですよ。はいはいはい、なんかもうね、術がないんじゃないかってとこまでちょっと感じるとこありますよね。そうですね、あります。だから渇水はそれも感じましたし、まあ、はい、今回はちょっとそういうところのフォーカスよりかまた違うところでの希望を描いているので、はい、まあ、見ていてね、ドーンと来るものではないんですけど、やっぱこれがやっぱ、おかしな話だなって、すごく思います、うん。この水に限らず。なるほど。だから、その、ネタバレを避けた感じでちょっと言うと、その小説は本当にもうちょっと絶望的な終わり方をするんですよ。はい、救いがないというか。でもそれは時代のこう空気だったんだろうなと思うのは、1990年じゃないですか。95年に、阪神大震災があって、はいはい、あの頃に、例えばエヴァンゲリオンができたり、その岡崎京子の漫画があったりとか、人の死みたいなものについてちょっと現実味がないとか、はい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 、そのもう社会が停滞しすぎてて、なんかこう将来に希望が持てないみたいなことが、ああいう作品にちょっと反映されてるか、ちょっと世紀末感が漂ってるっていうふうに僕が言ったんじゃなくて、いろんな社会学者はもう分析されてるんですよ。そのこととこの小説が描かれてきたその時代的な背景っていうのは、実は似通ったというか、あんま変わらない、その掃除したようなものがあって、そこからその社会がこう成熟しなくて、同じような停滞が今に至ってるから、その昔の話のはずなのに今の話のように感じるってことじゃないかなって僕は思ったんです。だからまあ難しい、
まあ、なんてこううまく説明したらいいか、うん、ちょっと難しいんですけど、やっぱりこう人の死っていうものに関して特に今の時代は、はい、まあその人が死ぬ瞬間とかをスマートフォンで撮れちゃう時代じゃないですか、はいはいはい、でそれが平気で普通に回ってくる時代で、それをもう普通に見れちゃう時代じゃないですか。だから人の死というものがものすごく軽いものになってきている気がする。あ、まあどちらかというと映画っぽくなってきている、人にこうなん捉え方が、ドラマだったりでもいいんですけど、肉体的に直接見なくても、うん、なんかこう一つフィルター通して簡単に見れちゃうってことですね。そうなんですよ、はい、フィクションみたいに多分捉えがちになっちゃってる気がしていて、それがまあ結果、まあなんていうんですかね、その、まあ、特に日本のそのまあ自殺者っていうんですかね、まあちょっと全然話変わっていっちゃうんですけど、うん、がやっぱ多いじゃないですか。だからそういうのもなんかどっかつながってくるんじゃないかなっていうふうに思ったりもしていて、だからどういうふうに僕たちはあの目を向けていけばいいんだろうって、うん、どこにこうなんだろうな、まあ手助けができるかったらそうこうできるものじゃない、難しいものはわかるんですけど、何ができるんだろうってすごい毎回思うんですよね、ちっぽけだなって、うん、もっと見てくれる人、見るべき人たちたくさんいるはずじゃないですか。でもその人たちが見ないから、僕らがそういう不安をたくさん抱いて生きていかなきゃいけない現代だなってすごく思ってるんですよね、今。なるほど。うん、それってね、その映画の中で、生田斗真さん演じる岩切さんっていうのは、はい、その、まあ社会のレールの上に乗ってそのルールに従ってんだっていうのはちょっと諦めたところがある。うんうんうん、だけど、その磯村さん演じる木田さんっていうのは、うん、もうちょっとその人の感情に寄り添ってこうした方がいいんじゃないかっていう、今社会に足りない部分を担ってる感じがするっていうところがあるんですけど、それってね、原作にやっぱない要素なので、脚本に練り込まれたことなんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりはどの程度まで磯村さんはその脚本に読み取ってやったのか、それともそもそもその監督なりがそのそういうふうに演じてくれて頼んだのかってどっちなの？自分でまあいろいろと脚本を読んで、まあ木田という役を自分の中にこう落としていったという部分はあって、まあすごくこう木田は非常にこう、やっぱ引いて物事を捉えているなっていうふうに感じたんですよね。で、どこか冷徹じゃないですけど、やっぱ割り切っている。その低水執行に関しても、多分木田本人の心としては絶対苦しいはずなんですよ。子供たちがいたり生活で苦しんでる人の、まあ、ライフラインの本当最後の最後じゃないですか、水っていうのが。それを止めるってことはその人がもう生きていけなくなる可能性もある、それを分かった上で止めるので、その苦しさはありつつも、やっぱり自分も仕事をして生きていかなきゃいけないっていう、自分本位な部分もあったりするので、すごい葛藤しながら生きてる子なんだろうなっていうのはありました。ああ、それでもね、見えます、見えます。それね、なんで見えるかっていうと、その、まあ、お客さんは多分、その、あるシーン、例えばね、その、マンションに行って、学生が名前にお金払わないとかっていうシーンとかあるじゃないですか。あの時に、お客さん多分、生田さんの表情を見てるんだろうなって思う時に、僕はそれこそ天の邪鬼だから、磯村さんの表情を見てると、岩切の方の表、岩切のリアクションに対して、木田がリアクションをまた返していくっていう風にやって、こう、感情をね、さらにこう、本人が我慢してるのをかぶせていって、こう代わりになろうとしてるっていうところにそれやっぱ感じるんですけど、それ意識されたのかなっていうのとか。そうですね、そこはやっぱ一個木田のちょっとこう感情の起伏が見える部分でもあったので、まあ、基本は割とこう普通の水道局員としてあまり色を出さずにやってきたんですけど、そこに関してはやっぱその大学、まあ、若い男の子、はいを見ているし、その前にもっと、はい、本当に苦しんでる人たちも見ているからこその、何ですかね、その、自分の中での、やっぱこう、止められないものというか、熱いものは、出してましたね、あそこのシーンは。なるほど。ああいう時に、まあ、その前かな、傘屋さんに行くとかもそうですけど、二人は一応ね、まあ、相棒じゃないですか。うん、だからちょっとバディームービーみたいな感じ、二人はね、その車乗ってる時とかの雰囲気も、刑事物みたいに見えるんだけども、その時のね、その立ち位置っていうのは必ず、手前が生田さんで奥が磯村さんだっていう風になってる、その立ち位置も、
多分監督あの構図では必ず意図してそういう構図にしてるんだと思うんですけど、手前に生田さんがいて奥に磯村さんがいるから、そのピン送りしてどっちにピンと合わせてるってわけじゃないんだけども、言葉を言われた時のリアクションを視線移動するような観客勝手に視線移動するような感じになってるっていうのも僕うまいなと思って見てたんですけど、あの立ち位置とかってやっぱり指示されたのかなとかって思ったんですけど。あ、でもそうですね、あ、立ち位置に関してはやっぱり岩切生田さんより、一歩後ろで、木田は立っててほしいっていうのは最初の時に言われましたね。だから基本ずっとこういうポジションで何があっても2人で動く時はこういう風になる、なってましたね。でもそれは僕の中でも違和感が全くなんか馴染んでたんですよ。やっぱその岩切さんを一歩後ろで、まあ、こう冷静に見ながらも自分が何だろう思っていることをこう押し殺していたりとかっていう、なん表現をするにはやっぱり一番ベストなところはやっぱあの一歩後ろなんですよね。だから確かに言われて多分狙ってたんだと思うなって。一番今思い出した、一番最初に最初から2番目か、工藤官九郎さんの部屋に行くときは扉があってね、扉の向こうに磯村さん映ってて、本当だったら扉と被って映らないような位置にいるけど、わざわざちょっとこう上手の方に寄せ立ってて、本当に細い生田さんと扉の間に磯村さんが見えて、そこから乗り出してくるみたいな感じの構図になってて、あ、これはもう意図して、バディ、その二人がバディであったとしても、その力関係とか年齢の差の関係も、あれで視覚化されてるなと思って、うまいなと思ったんですよ。あれ多分ね、撮影のカメラマンさんのあれもあるかもしれないです。構図もあるかもしれないですね。どっちかちょっと僕もわかんないんですけど、確かにそれで見せてたなって今言われたらそう気づきました。出来上がったものを見るとやっぱそういう風になってるので、ね、説明なんかね、説明をしなくてもなんか二人の関係がわかるっていうのがあって、うん、なんかね、そういう演出が、まあその高橋監督が意図したかはちょっともう僕の妄想でしかないんですけど、例えばね、その姉妹がはい、はい、その土手で遊んでる時にお母さんやってくる、門脇さん演じる、その時にね、そのお姉ちゃんの方が1000円多いかって返すじゃないですか。あれでもうあんなものも、あんなものって言ったらいいから、ああいう描写も小説にはなくて、あの一言聞くだけで彼女がどういうふうに母親を持ってるかとか、日頃どういうふうに過ごしてるかってのも分かるし、でその後に髪切ってって言うじゃないですか。あれだけでそのもう親子関係とかもう分かっちゃうっていう、なんかね、いろんなことを説明しなくても、あるシチュエーションとか設定みたいなのも見せると、観客がその向こう側にあるものをこう想像を巡らせるっていうことをやってるから、結構この映画はその意外とセリフがないのに雄弁だなと思ったところがあって、磯村さんもそんなにセリフないじゃないですか。ある時になってこらえきれず言葉出すけれども、だけどそのどう思ってるかっていうのはやっぱその立ち位置とかで分かるっていうところがすごく演奏して素晴らしいなと思ったんですけど、そういうのはなんか現場でなんか話し合ったりとかしたんですかね。いや、なかったですね。ああ、そうですか。まあ多分、まあ監督自身も、まあ、生田さん含めキャスト陣にすごく信頼を置いてくださっていたっていうところもあるし、僕らも監督をすごい信頼していたので、多分この今回のそのシーンのこういうセリフっていうのは読み取ってくれるだろうっていうところを多分分かってたのか分かんないですけど、まあ信頼してたし、あとはまあ読んでてやっぱ分かるんですよね、僕らもこういうことを伝えたいんだなとか。もうそれ脚本の筆致からそれ読み取れる。あ、読み取れます。もう最初の脚本を読んだ段階でもう分かります。このセリフを吐いてる時のこの人の心情であったり、これを吐くことによってどう見せたいかは、やっぱその脚本がすごくやっぱ素晴らしいので分かるんですよね。だから本当おっしゃる通り、説明ゼリフということではなくて、その言葉を本当にいろいろ多分選んで選ばれたセリフ、言葉たちが今回並んでるので、だから本当にこう余白をすごく大切にしているんだなっていうのはもう読んだ段階で最初分かりましたね。ああ、なるほど。そこだから役者として埋めていかなきゃなっていうふうに思ってしてました。今いただいた資料の中では、その生田斗真さんの干からびた目って書いてあった。干からびた目って書いてあった。新しい表現。森直人さんが、コラムを
そのプレスに統合してて、干からびた目って書いてて、言えてみようだなっていう感じはしたんですけど、生田さんだってそんなにセリフバンバン喋る人じゃないけども、 その目でやっぱこう感じさせるっていうことをやってるんだなと思ったんですけど、前回覚えてらっしゃるか分かんないですけど、ビリーバースのと、はい、話した時に、はいはい、ソムラさんはいろんな映画とかドラマの中で目の置き方を変えてるって話を僕、うんうん、あさせていただいて、それは重い、なんかね、重い目の時と軽い目の時があって、しかもね、その、時々なんかマナコがここにあるはずなのに、この辺にマナコがあるように感じることがあるっていう話を僕前回させてもらってて、じゃあ今回どうなのかって思ったら、そのやっぱまた生田さんとは違って、やっぱその 重い目と軽い目の中間ぐらいの感じの目の置き方をされてるっていうのがあるので、例えばまあ東京リベンジャーズとも違うし、その波紋とも違うようなやっぱ目の感じになってるっていうのがあって、目ってやっぱ大事なんだなと思ったんですけど、今回それ何か意識され、なんか生田さんがその乾いた目ってんだったら、磯村さんなんかそういう目の意識をされたのかなっていう。なんですか、でもそんなにこう毎回目を意識してやろうとは思っていませんけど、はい、まあ、今回でいくと木田に関してはやっぱまだ岩切と比べて生きるというところにもっと強く思いを置いているというか、結婚もしようかと思ってますもんね。そうですよ、家庭の部分も、はいはいはい、あ、家族というものもあったり、彼女もいたりするので、やっぱ性が宿っているというか、そこの部分、なんていうんですか、目はきっと自然と意識していたと思うんですよね。だから生田さんが干からびているならば僕はなんですかね、オアシスの目、違う、なんていうんですかね、潤いの目って言ったらちょっとチワワっぽくなっちゃって、泉のような目、泉のような目、なんかちょっと滝が出てくるしな、少しこう潤ってる目ぐらいなイメージですね。あ、加水であればそのね、乾ききったものじゃなくて、あ、水たまりの目っていうんですか、ね、あ、でもね、それはでもその役自体がそういう役ですよね、うんうんうん、その周りを潤すような立場でその周りを気遣いながら動いてるって、確かにそういう風な立ち位置になりますもんね。ありますね。ちなみに、はい、その生田さんと、まあ言っても相棒のような形でこう演じてらっしゃいますけど、お二人で何か役についてお話とかされたりしたん？いや、それが生田さんとはそこを話してないんですよ。記憶にないってわけじゃないんですけど、それもまあどういうふうにこう岩切と木田っていう距離感をつかもうかなって、まあクランクイン前から考えたんですけど、まあ、今回生田さんと初めましてだったので、まあ、最初クランクインの時にちょっとお話をして、まあ、それはもうお芝居のことというよりかは単純に共通の知り合いのお話だったり、まあ、趣味の話をしていく中で、なんか、あ、これ別に話さなくても大丈夫だって思ったんですよね。それは分かんないですけど、生田さんの岩切としての思いがずっとそこのオフの時もいてくださったからなのか、単純にこう生田さんと自分の元々のその本人同士のなんていうんですか、距離感というか相性が自然とこの岩切と木田のような関係性になってたんだなっていうふうに2日目3日目ぐらいにもう思ったので、だから生田さんも多分それをもう感じ、まあ、この間お会いして取材の時にもお話したんですけど、お互いもそれを感じてたので、特にそこの役の距離感とかに関しては話さずにやってました。僕ね、見てて面白いと思ったのは、やっぱその相棒ものってやっぱ違う性格の2人みたいなのを組むっていうのが、まあ定石というか、そういう描き方するじゃないですか、はい、特にアメリカのバディームービーとかだと。その時にそのまあ言ってもそのね、水道局の人だからそんなに変化ないだろうけど、ソーナさんはね、なんかいつもよりもやっぱちょっと猫背気味で歩いてたり、意識されてないかもしれないだったり、あとね、腕まくってる。あ、はいはいはい、腕まくってます。だから同じ制服着てても腕が見えてるっていう違いがあることによって、なんですかね、生田さんの方が、岩切の方がよりちょっと気まじめみたいな感じが出る。でも暑いからボタン開いてるみたいなとか、なんかそういう違いはビジュアル的とか視覚的にもあるなと思ったんですけど、それも別に話してないってことですよね。そこの中で話してないですけど、自分の中では分けたいっていう、どっかではなんていうんですかね、
岩切と木田のキャラクター性っていうのはビジュアルの部分でも持ちたいと思ったんで、衣装さんと話したりとか。ああ、なるほどなるほど、はいはい。まあその猫背気味っていうのはもう疲弊しているっていうところなんで、まあ、本当に暑い中での、映画になるというか、そういう物語なので、まあ、やっぱ自然と肩も落ちてきますし、そこは意識したり、腕まくりっていう部分も、まあ、差別化っていうのもあったり、まあでも若いという、岩切より若い。でまだ仕事もやっていくっていうところで、まあ、腕まくりをしているっていうようなことにしましたね。小出家の姉妹演じる2人って も,、うんはい、ものすごいこう、ね、うまいっていうだけじゃなくて存在感があるというか、なんかそのどうやってあの年齢であの役を解釈できてるのかっていうのがすごく僕は不思議で、山崎七海さんって、はい、あのちょうど今渚って映画も公開中なんですけど、うんうん、その役も素晴らし演じるのも素晴らしくて、どうやったらね、あのああいう社会のこともとか、その今現状にあることっていうのを役だけじゃなく役以上のものを理解しないと、ああいうふうに演じられないと思うんですけど、現場で見ててどうだったかっていうのをちょっと教えていただきたい。そうですね、山崎さんは特にあの僕は目が印象的だなと思ったんですよ。やっぱ目じゃないですか。目です目です。目の映画かもしれない、ね、彼女の目は本当にピカイチだなと思うくらい存在感が圧倒的にやっぱありあって、あの死んだような目もする時もあるし、でもそこの死んだ目をしてるんですけど、その奥にものすごくなんていうんですかね、なんかこう生きるぞっていう強さを感じるんですよね。ああいう目持ってる、まあ、女優さんというか、まあ、若いですけどかなりなかなかいらっしゃらないんじゃないかなと思って、現場で見てても直接会ってもそれを感じましたし、あ、直接会ってもああいう雰囲気持ってらっしゃるんですか。もうそういう目持ってます、なんていうんですか、社会的なテーマを持った作品にも合う顔をしている、目をしているなというのを感じましたね。それこそね、今日も何度も言ったことですけど、セリフを伴わなくても目だけで語れるっていうのは、うんうん、そうですね、なんていうんですかね、その日本だけじゃなくて海外行ったって通用するような資質を持ってるんじゃないかなっていう感じが、うん、なんか誰も知らない時の柳楽さんのような、なるほど、ああいいですね、あの時の 目,、はい、目に似てるなというふうに感じましたけどね、うん、なるほど。あのまあ、この映画はそのエンドロールを見るとフィルムで撮影されてるっていうのが書いてあったので、ああフィルムで撮影されてるんだと思ったんですけど、やっぱまあそのデジタルが主流になってフィルムで撮るものが少なくなってると言われてる中、最近ちょっと増えてるって話もちらっと聞くんですけど、磯村さんがこう参加して現場でフィルムってこれまでいくつかあったりした、うん、いや映画でいくつかありますね。それこそ魚の子もそうでしたし、そうですよね、フィルムで撮ってましたし、あともう一本なんかあったな、ちょっとタイトルちょっと本当に何の映画も忘れちゃいましたけど、坂の、そうですね、あれ、あの撮影の佐々木さんって僕の東京芸大の時に一個先輩、あ、そうなんですね、一緒に映画撮ってたりしてた人なんですけど、そう撮ってで、これでもまあ撮ってたんで、まあ、そんなに数はやってないですけど、はい、やっぱフィルムのあのカメラ横に行くと、うん、はい、って言ってあれがなんか金曜ロードショーなのかと僕はもう金曜ロードショー世代なんで、こうこれあこの大人いいなと思いながら聞いちゃったりとかして、まあ緊張感はもちろんあるんですけど ねやっぱりフィルムのこう決まったなんていうんですかね、あんまりこうデジタルだといくらでも撮っては間違えても大丈夫だしみたいなのありますけど、フィルムはやっぱり対戦するじゃないですか、一枚一枚、そうなんです、その緊張感はありましたけど、やっぱ緊張感あるんですよね。だからそれ撮る側もそうで、僕はもう撮る側、もともとカメラマンだったので若干そのフィルムで撮った作品とかあるんですけど、うん、まあ、16ミリとかだったらワンロールやっぱ10分ぐらいしかないので、うん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 、この次のショット撮るのに撮る側だってリテイクしたとしてもこれで入るのかなとかでも計算しながら撮らなきゃいけないから、まあそれは役者さんにやっぱ伝えるし、次これがダメだったらロールチェンジするからっていうことを伝えるじゃないですか。やっぱそれって何て言うんですかね、一つのショットを撮る緊張感が違うってことなんですかね。違いますね、やっぱまあ今こううるさく言う人はいないですけど、間違えんなみたいな、うん、だけど、まあ、そういう世代の人たちからフィルムの時のお話を聞いたりとかも してたので、なんかそのフィルムの一本がいくらでとか、だから本当にどの部署もみんな緊張感を持って、うん、そのワンシーン、まあ、ワンカットに
本当に集中してやってたんだって、あの時代は良かったわとかっていう女優さんもいらっしゃったんですよ、はいはいはい、そういう風に撮ってたんだなっていうのが聞いてると、うん、いざ自分がフィルムの前に立つと、うん、やっぱヘマできないなっていう自分でプレッシャーをかけてしまい、うん、すごいやっぱでもいい空気感で撮ってましたね。あ、なるほど。